なんかおるけどはい、サメライドいきますよーん。いたー、よしよし、いたー、よしよしよし。どこだ、あと一人。ドーメスのそうです。ということで、今回もスプラトゥーンクロムやっていきましょう。今回もスペシャルビーコインクロムやっていこうかと思います。まずはこちらの草屋温泉からやっていこうかと思います。僕が鬼だね、やっていきます。で、今回こちらの青スパ使っていきます。よろしくお願いしますね。これ、僕ね、スプラトゥーンクレムだと大体ね、まあ、もみじシューター、若葉シューターか、寿司コラよく使うんだけど、今回はね、僕が普段ね、ガチマッチでよく使ってるこちらの青スパ使ってやっていこうかと思います。スペシャルがね、サメライトなんだよね。まあ、青スパもね、サブのトーピードが好きなんで、まあ、このスプラトゥーン2から僕、スパッタリークリア使ってて、まあ、スペシャルをね、サメライトには我慢しながら使ってるんだけど、今回こちらを隠れもね、やっていこうかなと思います。今回、ね、鬼スペシャル使って OK というルールなんで、まあ、サメライトバンバン使ってやっていこうかしらと思います。よろしくお願いします。ただね、今日ね、もうね、今、動画の撮影日が、喋らせてよで、動画の撮影日がね、今、6月1日の、今夜中の2時に撮ってんだよ。で、確かね、午前9時かな ?10 時か、どっちかだったと思うんだけど、あのね、新しいスプラトゥーンの新シーズン、シズルシーズンがね、来るらしいからね、もうこの動画が投稿されてる頃にはもう、新シーズン来てると思うんだけど、まだこのね、今の僕は、新シーズンがどんなものなのか、わかんないからね、どんな感じになってるのか。ただね、あれだね、S ブラスト。使ってみた S ブラストね。あれ、スーパーファミコンだから30年前くらいにもね、この同じ見た目のね、やつがね、実際に売ってたらしくて、いや買ってみたいなって思う、欲しいなって思ったらさ、スペシャル使っていきます。始まります。いきますよ。まずビーコン壊していきます。やっていこう。いやね、スパッタリーの何がいいかって、スライドができるってことと、あと、キル速がね、一番ね、高いんですよ、スプラトゥーンの中で。だからね、もう見つけた瞬間、もうスライドして近づいてって、もうスーパージャンプされる前に、倒す。これでいきます。もうスーパージャンプされる前に倒す作戦でいきますよ。スーパージャンプして逃げようとしてる不届き者ね、全員ね、ボコボコにしていきます。どこいるか、まあね、事実側にはそんないないと思うけど、まあとりあえず、この辺とか、塗っておきましょう。いや、まあいないよね。いや、でもね、しっかり塗っておくことは大事。一瞬なんか、潜伏の音聞こえたな。もう潜伏、自分の潜伏音かな。潜伏の音聞こえたな、今。自分の潜伏音か。でも結構潜伏音侮れないからね、マジで。自分の潜伏音かなと思って見逃したら実際にそこにいたってことなんとかあるんで、ちょっとしっかりね、潜伏音したらちょっと気をつけて見ていきたいな。あ、でも今のところいないね。サバさんさ、マジで最近ほんとに動画全然投稿したくて、ごめんねみんな。全然動画投稿したくて、マジで滑舌がね、どんどん悪がっててね、やっぱね、ゲーム実況者として滑舌は大事だと思うんだけど、いや、マジで最近滑舌が悪すぎて、なんか、普通日常会話でも、めっちゃ噛むんだよ。で、まあ、動画だったら編集できるじゃん。編集でカットしたらさ、噛んだところ、もう一回言い直せば、まあ、編集で直せるわけじゃん。でもやっぱ現実世界で喋ると直せないんだよ。だけどやっちゃうんだよね。なんか、何度も言い直しちゃう、普通に。日常会話で。だから、おはようございますみたいな。言い直せば、なんか許してもらえると思ってんだよね。それダメだよ。現実世界じゃね、編集なんてできないから。マジで最近の悩み、滑舌だね。ただね、時間がない。マジで。滑舌とかどうでもいいからね。もう時間がやばい。あの、俺48秒。マジどこいんのなんかおるけど暁、水木でいく。さあ、あと残り3人でございます。どこ行く結構塗ってると思うけどな。いないな。ここにいます。いません。あと残り20秒。やばいよ。時間ないよ。いるとしたら、もうこの辺しかないよな。はい、サメライドいきますよー。いたー、よしよし、いたー、よしよしよし。あと一人、どこだ。誰倒した今3人倒したよね。どこだ、あと一人。まずい。見つけて。いる。あー、だがーいた、なんかジャンプ、くっそなめらがって。さあ、答え合わせやっていきましょう。草屋温泉。セイがね、見つけなかったんだよ。いや、最後ね、いたよな。いや、あと1秒早かったら、倒せてた。これ、悔しいですね。悔や。はい。そこね。はい。あー、気づかなかった。全然気づかなかった、これ。ここでこうやってたってことでしょ。なるほどね。せいわ、それうまいわ。これ悔しいね。で、あとはね、ジリスガイだからすげえたくさんいたよね、なんか。この辺にさ、すげえたくさんいたよね。この辺にさ、一人、あ、いた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 、一人。滝蓮太郎か、あ、二人いたっけあれ、ちょ、じゃあ、あー、すごい、みんなやられていく。ここに滝蓮太郎がいて、ここに湯がいて、で、暁がここにいたんだよね。そうそう、みんななんかジリス側に固まってたんよ。ね。いた！おい。おい！さあ、というか2回戦目やっていきましょう。アマビウス対決だね。今回ね、ここでちょっとやってみたいことがあって、やっていこうかと思います。ということですね。今回さ、もうね、5月31日の時点で、もうスプラトゥーン3の、修正ま、いろんな武器のね、この、なんか弱体化とか強化とか入ったんだけど、それと同時にね、新曲もね、追加されたんだよ。スプラトゥーン3シズルシーズン。夏シーズンの追加とともにね。てか、めちゃめちゃ好きだよ、スプラトゥーン3。夏シーズンの曲がね。あ、ほら、今流れてる。この曲大好きなんだよね。めちゃめちゃかっこよくない？僕のスプラトゥーンの中で一番好きな曲、ベスト5には入るね。まあ、ただ、プライクトフライとプロスルトルテンタクルズは、まあ、不動の1位だね。まあ、2曲とも同率で不動の1位なんだけど、いや、これはね、マジフルスロットルテンタクルズ、プライオクトフライはマジ僕の中ではもう、揺るがざる1位なんだけど、まあ、4位か3位か5位くらいには入るね、この曲。めちゃめちゃ好き。いや、今回特に隠れる場所決まってなくて、もうシンプルにさ、普通にここに隠れるの強いんじゃないと思って、ここに隠れていこうかなと思います。マジ適当なんだけどね。ここどうでしょうか。やっていきますよ。もう始まっております。お兄さんは、あ、待って。寿司コラ使っとるな。スペシャルがこれやっぱトリプル取れるの強いんだよね。みんなもいい感じピーコン置いてくれてる。今回さ、僕間違えてさ、このさ、ハイトラント持ってきちゃったんだよね。何考えとるっていう。僕だけピーコン置いてないっていうね。普通に先般なんですけど。あ、待って。セイが、頑張って隠れようとしてる。頑張れ。普通にセミしてんのかなんか、あそこってさ、なんか、うまいこといけばさ、なんか、壁の出っ張りにこう乗っかって、インクのしぶき出さずに壁に潜伏できるみたいなやつなかったっけ？裏技みたいな。え、どうだろうわかんない。あ、だから、暁やばくないか。お、やってる。やる。暁やるね。にしても、このね、音楽良いな。めちゃめちゃかっこいい。やばい。魔の手が忍び寄ってきてる。わずいぞ。トルネードの魔の手が忍び寄って、いやー、結構、なんか、うまいこと塗ってんな。さあ、あと残り、ビーコンが3つだね。ビーコン3つ残ってて、また、あ、待って、せい見つけてゆくー。あ、やばい、滝レントやばくないか。滝レントラもやられていく。あと残り、僕と暁だけだぞ。頑張ろうぜ。二人で頑張ろうな。さあ、まず来てるぞ。これ怖いねー。もぎさん、こう登ってくるかな。いや、登ってくるか来ないかでだいぶ話は変わってくるけど。さあ、うわ、スペシャル。怖い。大丈夫怖っ。大丈夫。いいぞ。さあ、今、真下にいるな、怖すぎ。いいぞ。怖っ。まだバレてない。よし。いいぞ。あとこれ34秒。いいよ！こっち来んなよ！もうこっち来んな！いいよ！あっち行け！すごい悪口。やべえ！登ってくる予感。登ってこない。よし！いいぞ。え？バレた？どこ行った？おみさん。マジ！いる！やばい！バイバーイ。やばいっす！やかさーマジかよー。なんだよー。マジ暁だけ見つかんなかったなー。これナイスすぎる。はい、ということで今回はスプラトゥーン春シーズンラストということですね。これもやってみました。アマビウス大学のね、自立側の、なんか謎の屋根の上に隠れてみたけど、いや、ギリギリでバレたね。まあ、あそこは警戒されるよねー。なんか割とで、ありきたりなところだけど、僕一度隠れたことなかったんでやってみたんだけど、案の定バレましたね。いや、みんな上手すぎるんだよなマジで。やめて。はい。ということで、行動が面白かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。いやー、夏シーズン、楽しみだね。新しいマップもね、追加されるから、それもね、やっていこうかと思います。スプラトゥーンクラブ参加者ね、僕のツイッターの方で募集してますので、参加した方はぜひ僕のツイッターアカウントフォローしてくれると嬉しいです。ということで、ボタン見てください。それでは、バイバイ。